思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダム。逆襲のシャア。アルパージール。子供は嫌いだ。ずうずうしいから。アルパージールとは、劇場版機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場する、ネオジオン軍のニュータイプ専用銃モビルアーマーである。ジオングやキュベレイ、クイーンマンサなど、これまでに登場した、ジオン系のサイコニュ搭載型機動兵器の集大成とも言える機体で、対艦戦闘に主眼を置いて開発された機体なんだけど、ジェネレーター内蔵型の大型ファンネルのおかげで、モビルスーツ戦にも十分に対応できる強力な機体だったんでごわす。アルファジールって真っ赤っかじゃないから、シャアは乗らないよね。そうだよね。アルファじゃねえよ。アルファだぜ。にわかはこれだから困ったもんだよ。この手の機体には富野監督が好きそうな、めんどくせえキャラが乗ると相場が決まっているんだぜ。なんて、公開前はガンダムマニアが激論を繰り広げていたもんだい。機体各部にニュータイプ用モビルアーマーでは定番の、ファンネルやメガ粒子砲。優先サイコニュ式のメガアーム砲、エルメスでの経験から、ショートレンジ用の大口径バルカン砲やクローアームも装備していたものですよ。機体の大部分が、プロペラントタンクと推進機で構成されたシュツルムスラスターユニットになっており、これを用いて吸収した後は、デッドウェイトになるこの部分を破棄して身軽になることも可能だったのでござりまする。劇中では、クエストラヤのニュータイプ能力を見抜いたシャアにより、周囲の反対を押し切って彼女に与えられたのはいいけれど、いまいち活躍したって印象はないんだよね。ザコの自眼はたくさん撃墜したけれど、アムロレイのニューガンダムには、ユネイの役と動画と共に挑むも子供扱いされ、自眼でやってきたハサウェイとイチャついてたら、チェーンのリガビーが放ったグレネードから、ハサウェイの自眼をかばおうとして撃破されちゃったのだー。なんてね。後からインタビューなんかで、あの微妙なシーンの補足があったりしたもんだけど、映画館に足を運んだファンの反応は、そうじゃなかったんだよねー。あそこは、チェーンのババアをぶち殺そうとクエスが突出したんで。たまたまヨロヨロ玉に当たっただけだべ。とか。あのババア、ハサウェイが車線上にいるのにグレネードとか普通撃つか？おかしいだろ。とか。何のためにクローアームがついてんの？サイコニュって勝手に反応するもんなんじゃないの？とか、いろいろ言われたもんだよね。なんせ、クエスのガキっぽさに、シャアどころか観客もヘキヘキしていたわけですよ。だからといって、身勝手さならチェーンも負けてなかったわけで、弁護するような奇特な奴もいなかったものですよ。参ったねー。クエストチェーンという二大不人気キャラがいなくなり、スカッとしたところで、今作最大の見どころである、アムロとシャアの最終決戦へとなだれ込んでいったのだー。キットの値段は1000円ぽっきり、1988年の発売だったんだい。シリーズ唯一の550分の1スケールのキットなのですよ。キットとしての特徴は、スナップフィットを採用しており、このシリーズの他のキットでは寸芸邪魔だった、ビス止めのダボ穴がないのが嬉しかったりしたもんさ。色プラ仕様ではなく、機体色はほぼ全身フレッシュで関節とかはグレー系だよね。全体的にモールドがあっさりしすぎなんで、筋彫りなどのディティールアップは必須なのですよ。てか、このキットをパチ組みで済ますやつはいないよね。意外にも各部はしっかりしてるんだよね。ボディパーツが露出したり、隙間が結構あったりと、当時独特の欠点なんかもあるんだけれど、大方の予想を裏切って、良作と呼んでもいいレベルのキットに仕上がってたりした問題。売りとしては、シュツルムスラスターユニットをつけたままでも、差し替えなしで膠着姿勢に変形できるのがすごかったわけですよ。スカート内にある3機のランディングアームは、すぐにへたったりしたもんだけど、機構自体は寸芸交換されたりしたのでありんす。その上、専用の台座がついてるのが嬉しいねー。同スケールのニューガンダムもついてるんで人気のキットだったのですよ。ほんとだよ。まあね、モールドが甘かったり、パーツの合いが良くないっていやあんなところはあるんだけれど、当時のモデラーは、そんな細けいことをグダグダ言ったりしなかったもんですぜ。腕の見せ場が増えたってくらいのノリじゃなかったっけ？変にテンション高いのが、この頃のモデラーの特徴だったりするんだよね。おすすめの回収ポイントは、頭部周辺の回収ですぜ。頭部のアンテナのシャープ化はもとより、首のシリンダーや、ケーブルとかのディティールが甘いんで作り直すのは定番なのですよ。当時の模型店では、モデラーが、回収に使えそうなパーツのついたキットを探す姿と、その姿を不審そうに眺める、ガキンチョの姿が見られたもんだよ。懐かしいねー。あのおじちゃん、何してんの？声をかけちゃいけないよ。